も行きましょうか。これログインしてノートもあのソーシャルは見れるの？見れるな。ソーシャルかな。上がってないから。はい、こんばんは。こんばんは。暑すぎた夏も過ぎて、やっとこう涼しくなってきて、この30日はいよいよお月見です。まあそういうあの清々しい時に、今日もあの清々しいゲストをお呼びしておりますので、早速、商売、始めたいと思います。どうも草薙さん、山本さん。こんばんは。こんばんは。先日もうあれ一月ぐらい前ですかね。そうやね、一月ぐらい。一月ぐらいですかね。あの前にあの、鉄工所の方へ行かせていただきまして、まあ僕鉄工所っていうからあのもう少しこうすすけたもんかなと思って、行ってこう、あの工場のねあの前立ったけど。どこかなと探してたんですけど、うん、素晴らしい鉄工所で。いやいや。それで、あそこは、始めるきっかけっていうのは、そうですね、やっぱり、まあ、最初は丸亀でやっていて、やっぱり手狭になってきたのもあるし、それで、まあ、事業拡張もあって、まあ、人数も増えたのもあったんでね、それで、まあ、ちょうど取引先の社長から紹介もあったんで、それで、まあ、ちょっとすぐ決めさせてもらったんで、まあ、もう5年ぐらいなんですかね。で、あそこ行った時からもうあの岩森さんも一緒に。そうですね。で、一緒に行くにあたって、その草薙鉄工所として行くんではなくて、草薙鉄工所プラス岩森鉄工所、鉄工所でいいんですかね。ですね、はい、でよろしいんですかね。そうですね。それはじゃあ、あそこ行く前からそういう形で。そうですね、もうその前からずっと。丸亀で行く時からずっと一緒に。じゃあ丸亀でもやっぱりあの草薙鉄工所と伊予森鉄工所が同じところで一緒にやったわけです、うん、あそうですね。なんか不思議やなと思いましてね。ね、やっぱり、まあ、まあ同じ敷地にね社長が2人おるよも変な話なんですけど、まあやっぱりね、こうやっぱ全員人数が増えてくると全員に目が届かんので、やっぱ目が2つあったらね、まんべんなく見えるようになる、ね、それもあって、そうですね、取材時間1時間半ぐらいね、いろいろお話聞かせてもらったんですけど、その間も、若い従業員やけどみんな黙々と、仕事をこなして、なんかよくわけのわからん機械みたいなのがどん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 できてましたけどね。まあ溶接でもいろんな機械があるんでね、やっぱりお客さんのニーズを合わせてそういうものを揃えていかんと、いかんのでね。そうですね、草薙鉄工所っていうのは、3代目ということでよろしいですか。元はおじいちゃんがやっていて、で、まあ、元は鍛冶屋からなんですけど、それでうちの親父のお兄さんが一時期やって鉄骨の方をやるから、それでうちの親父がやって、それでまあ最初はうちの親父と俺2人だけやったんですけど、それでまあやっぱりこう、少しずつ仕事をこう増やしていけるっていう感じ。まあ親父がうちのまあ方針なんですけど、断来たものは絶対に断るなという習慣があったんで、それでずっと断らんと親父だったら、まあ今に至ったという感じなんですよね。鉄骨の仕事っていうのはそのいわゆる建設現場みたいな感じのそういう仕事ですか。はい、そういう鉄骨ですね、建て方から。もう俺本人としてはもう鉄骨はほとんど経験ないんですけど。ああ、そうなんですね。その前が鍛冶屋さん。そうですね、もう刀、クワから全部やってましたね。ああ、じゃあ草薙の剣も。その辺は定かではないですけど。ああ、そうですか。そうですね。じゃあ全然まあ畑違いではないんやけど、そうですね、そういう感じで変わって、で鉄骨関係から、で
今のあれ僕も溶接っていうのがね、あのそのいわゆるその建築現場のあの鉄骨を組むっていう、うんうん、そのそれしかこう全然こうあの、うん、想像してなかったんですけどね、うん、まああの最近はねあの、前々回かなあの、松原溶接のねあの、うん、あの彼に出てもらった時にその造船の仕事っていうことで、うん、あそうか造船はそれは確かに溶接必要だないのがね分かったんですけど、またちょっと違いますよね。そうですね、また結構特殊といや特殊で、うん、やっぱり元が丸亀なんで造船屋さんが多いんでね、うん、これでうちも、まあ、知り合いがやっぱり造船したり鉄骨したりいう人が多いんですけど、うんうん、でまた、ね、話しよってもやっぱりうちはあちょっと違うんかなとはうすうすは気づいとったんですけど、うん、最近になってあやっぱり違うなと思ってきて、うん、でも逆に大きいもんとなるとうちはやっぱり苦手な方になってしまう、うん、やっぱ薄い鉄板から小さいもんが、うんうん、得意ですね、うん、逆にまあ得意先も幅広くいけるんで、県内外からでもね、うん、やっぱり物が小さいと送るも楽なんで、なるほどね、うんうん、まあ安定はしてますね、うんうん、で岩森さん自身はじゃあ別にそあの親の代から溶接っていうのではないですね、草薙さんと、あの草薙さんとのお父さんに教えてもらって、うん、が初めですね、うんうん、そこからまああれよあれよって感じですかね。うん、中学の同級生だったんですか。そうですね、はい、うん、じゃあもう付き合い古いですね。学校出た後もその前が一時期1年ぐらい鉄筋屋さんしょったんですよ。え、だ誰が？え、俺と2人ともが。ああ、そうなんですか。その時は鉄筋屋でこっちが先輩やったの。俺もやめて、うん、で、まあ俺もやめて、うん、で、プラプラしとったら一緒にせんか。じゃあ、その鉄筋屋は別にその溶接の仕事をするためになんか他の仕事も覚えよういうことで。そうですね、まあうちの親父が結構変わりもんで、うんうん、とりあえず仕事するなら偉い仕事からせえって言われて、うん、これでまあ鉄工所したらちょっとは楽に感じるやろう言って、うん、まあ楽な仕事して鉄工所したら多分体が持たんと、うん、まあ、とりあえず出されたみたいな感じです、ね、うんうん、でもやっぱりあれですよね、工場のあの写真は出るんでしょうかね。あの工場のね様子見ると、それこそもう僕はそういう機械しかこう目に浮かばんでね、あのあ、まあこれ工場のあの前景ですね、右手の壁だけ見えるのはあれは塗装の方のこれですね。ものすごくこうあの、それこそ静かなところで。こういうなんかよくわからないこう部品がいっぱいなんか並んでたんですけど、あれは製品なんですね。製品ですね、これは。はい、もうハワイクレーンから農機具の部品から、うん、普通のねパレードする車両の車種とか、パレードする車両というと、まあ、遊園地の方とかの絡みですけどね。あ、まあ、有名どころではまあ大体やらせてもらってます。ディズニー。あのですね。それの、外側をやるわけじゃないんですよね。機械回りとかそういうことですか。じゃあそういうのってあれ、それこそ、ね、近場では。うん、そういう遊園地ってまあ、うん、昔はねレオマもありましたけど、うん、あれレオマもやられたんですか。昔はね、はい、多分うちの先代の人がやっとるんですね。取引先は一緒なんですけど、あ、うんうん、まあ、レオマだったらねこう大きい機械をこう持っていくって分かるけど、うん、それこそ、うん、千葉までね行ったりとか、ね、大阪とかいうと、うん、運ぶだけでもね、大変なんで、向こうで
向こうで溶接して最後の仕上げしたりとかっていうのも、あ、仕上げのやっぱり向こうまで、うん、あの現場まで行って、うん、あ、でそれはね、あのわざわざこんな四国のね、うん、田舎の、うん、それこそ、うん、まあ、立派な工場だけど山の中のそこへわざわざこう注文が来るのがね、うん、なんか不思議だなと思ってね、うん、最初俺も聞いた時初めてね、そういう車両が決まった時は冗談かと思ったんですけどね。うん、昔からやんじゃって、聞いて、ああ、でも、トントン拍子で流れていって、まあ、それもまあ、うちの会社の方針というか、来たものは断らず、それでやっていって。でも、断らず言うともね、ちゃんとそれが、どんな仕事が来ても、できるだけの技術がないと、そうですね、ダメですね。手探りでやって、まあ、できる人に教えてもらったり、でも、まず分からんことはすぐ聞くんですよ。あ、それが一番だと思う。まあ、聞ける、そういう付き合いがあるいうのが、やっぱり、そうですね。大きいですね。俺もその時まだ20代やったんで、うん、結構ね、若いから聞いてもすぐ、こっち聞く方もくれないし、うん、教えてくれる人も結構すっと教えてくれるんですよ、うん、ごめんなさい、失礼ですけど、今は何歳なんですか？もう36、もう19ぐらいからやらせてもらって、あ、一番あれですね、あのバリバリできる、いやー、ですかね体の節々が。その体の節々に歌が捉えて仕事終わると。そうですね、もう元気がでもあれですね、あの従業員の方も結構あの、別にこうね、あの四森さんも草薙さんもこう、うん、2人とも離れて指導してるわけでもないけど、うん、あのちゃんとこう仕事できるような、そこまでは訓練してるんですか？訓練というか、そうですね、まあ、うちの従業員、俺のことを誰一人として社長と呼ばないんですよ。ああ、まあ、うちも一緒ですけど、まあ、ほとんどこう社員、従業員との間というか、ほとんど家族みたいな感じで、休憩時間もまあみんなでバカなことやったりして遊んだりするんですけど、でもそれってすごく、そうですね、なんかこうやっぱりこうチームワークがね、きちんとできてるっていう感じでね、こっちは疲れるんですけどね、相手が若いんで、でも逆に言うとそんなこう極端に年の差がね、離れてるっていうわけでもないですよね。そうですね、まあ10頭ぐらいですかね。じゃあその社員の方も結構経験年数はあるんですか？いや、もう大体うちはもうずぶの素人から始まるんですよ。その方が覚えも早いですね。ああ、そうですか。でも、どうかな、全くの素人だとね、その機械を扱うにしても、どういうのかな、全然こう分かんなかったら、何を、それこそ、もうね、一番基本のボタン、どのボタンを押していいのかから分からないですよね。その程度の人から。そうですね、ほんまにもうその程度から。最初はひたすらスクラップを集めてきて、それで好きなもん作れって言って、適当にもうほとんど遊びなんですけど、ずっとやらすんですよ。なら、まあ1週間ぐらいやっちゃったら、まあ大体は性格と1週間で、大体何を作るか、でもそのスクラップで何を作るかによっても向いとるかな、どうかないのも分かるんですよ。じゃあ、1ミリの溶接とかいうのは、でもダメでしょ、そういうのは。そうです、まあ、いろんな板厚の組み合わせてね、やるんで、やっぱり自然と、まあ、1週間で1ミリぐらいっていうのはちょっと厳しいですね。やっぱり1年ぐらいはですよね。でも、ほんま、できん子はずっとできんのですよ。それでもやっぱりね、うちにもやっぱり溶接、全員が溶接ですけど、たまにやっぱり何人かは向いてないのが多いんですよ。でもやっぱり、ね、それを無理して、苦手なものを無理してやらせるのが、その子のええとこで使えるように、いろんなことをとりあえずもう、何でもいいからやらすんですよ。そしたらやっぱり、ああ、こういうのが得意なんじゃないんだね。
見えてくる、うんうん、なるほどね。だからあれですよね、こう取材した時にね、今こう結構全国的にというか世界的にはこうかなり不景気でね、でリストラまあもちろんリストラしたくはないんだろうけど、リストラせずを得ないっていうそういう状況だけど、そういうふうにしたくないからっていうふうにね、でだから仕事は何でも受けるんだっていうふうにねおっしゃって、あすごいなと思ってね、だからやっぱり働いてる、ね、若い子たちっていうのもなんかやっぱり何かな、こう無理やりこう嫌な仕事をしてるっていう感じではないですよね。結構まあ、表情見よってもまあ楽しそうには、まあ、やっとるんかな。どう映っとんかちょっとわからんんですけどね。でもね、私すごい2人ともすごいイケメンじゃないですか、すごくね。で目がすごく綺麗で、そのそういう関係でですかね、すごく生き生きしてすごいおおらかなんですよね、目からね。あだから、そういうところから来てますか。仕事も順調なんですけども、そういう人間関係がうまくいってて、あれからすごく2人の社長さんとってもお若いんですけどね、とっても素敵なんですよ、目がすごくね、もちろんイケメンですよ。だからうまくいってるんですね。だから表情がすごくいいですよ。だからやっぱりこう仕事の話しててもね、仕事の以外の話しててもね、まあ一度だけね、ちょっと飲むこともあってご一緒させていただいたんですけど、やっぱ楽しいですよね。だから多分ね、社員ともね、そういう関係でできてんだろうなっていうのがこう、なんかやっぱり分かります。でそうですね、でも僕やっぱね不思議だなと思うのはね、それこそこう立ち入ったような感じになるんやけど、経理は全然別々なんでしょ。そうですね、仕事は同じ何どういうのかな、元請けからの仕事は同じところから来てても、で経理はこう別にちゃんとしてて、でそれぞれがそれぞれの従業員を持ってるんですよね。そうですね、いやそれでね、やっぱりよく続くなっていうね。もう一緒にあれですなんね、16、17年ぐらいなんですけど、もう物事も一回もないんですよ。それこじれることだ。お互いがやっぱりある一線のところで干渉せんラインもあって、結構ねその辺で、なんなの？なんかね。あでもやっぱそういう関係ができてんやったら結局は一つの会社の中でまた、言ったら社長と専務とかっていうよりはそれぞれ独立した形っていう方がやりやすいんですかね。でも多分俺が一人で若い全員を見よったんやったら多分工場も伸ばされてはないんやろうなとは思う。やっぱりね、どうしても会社開けるときもあるし、そういうときはやっぱり代わりに見てもらうんですよ。まあ、こいつが開けとるときは俺が代わりに見たりして、まあ、結構安心してね、任せれるんで。すごくいい関係ですね。そうですね。やっぱりそういうパートナーシップがないと難しいですよね。大規模な工場でね、こうやってるシステムでやってるとかいうわけじゃないから、やっぱり人間一人一人がこうやってるところはね。でも営業はどういうふうにされるんですか。そうですね、営業はまあほとんどは多分俺が行って、まあ、ね、俺の仕事はまあ多分それが大半かなと自分でも思うとんで、週に3分の1ぐらい結構開けてしまう。あ、そうですか。そしたらやっぱりずっと見てもらう。他にでもまあ、いい仕事もあれば悪い仕事もありで、やっぱりもう手当たり次第。
でもさっきあのね、あの城さんが言ってたけど、1ミリの薄板の溶接っていうのはね、うん、結構やっぱ熟練してないとできないんでしょ、うんうん、そうですね、結構慣れてコント難しいですね。そうよね、うん、特にまたステンレスとかアルミとかになるとまたもっと変わってくるんで、うち、まあ、うちは米屋なんですけどね、あの精米タンクをね、あの作る時にね、あの、まあ、知り合いが機械屋さんなんで、ここをこういう R でできないかって話した時に、ね、いやそれはあのこのステンのこんな鉄板でそれ溶接はできんよって、だからあそうか、ステンそういうのはできないもんなんだと思ってたら、なんかね、いとも簡単に1ミリ未満の溶接してるっていうから、じゃあなんだ、で俺友達にできないって言われたらあれなんだって。うん、まあそういうのがあるから、まあ今があるんやと思うんですけど、ね、そうやろね、やっぱり、それとか、あれ塗装の工場の方でこういろいろ、なんかこう機械が動いてたけど、 そうね、あれは仕上げの段階なんですか。いや、あれはもう下塗りで、やっぱお客さん渡す時でトラックの荷台のところでもう錆びてしまったら、やっぱりそれでもクレームになったりするので、それでまあ下塗りだけして出荷用感じなんですけど、なんかでもそのね、やっぱ仕上げがきちんとこう、細かくやってるなと思ってね。あ、でもすごい機械ですもんね。設備がね、すごかったですね。篠原さんのところもあれですよね、ええ、まあ似たような仕事ですよね。でも全然違う。造船が重いですか、篠原さんとか、ね、やっぱりあの仕事の仕方とかそういうのは全然違うなっていうのは分かるんですか。ああ、そうですか。たまにうちも造船やってる人もね、まあ会社行ったり遊びに行ったりするんですけど、やっぱりそういうのによったらこっちが逆にうわすごいなと思うとか結構あるんですよ。ヤンジョルモンがもう桁違いにでかすぎる。大きいですよね、確かにね、すごい。まあそれで完成したらね、製品見ると造船はすごいですよね。鉄の量が全く違うから、結構うちの作りはもね、地味なもんが多いんでね、隠れて見えようになったり小さなもんやったり、そうですね、溶接の工場の出口のところにね、いっぱい並んでたのは、なんか、社長が見ても何が何だか分からない。でもそれだけごまかしは効かんですよね。大きいもんだったら多少ね。まあね、5ミリとか6ミリの誤差ぐらいはとかっていう話やけど、それができないわけでしょ。できないですね。基本はもうプラスマイナス1ミリまでですね。ねえ、すごいな。そうですよね。でこう聞いてみると、こう溶接の熱で、ね、膨張したりなんかするから、それもちゃんと考えて誤差1ミリ以内に収めるっていうのがね、ねえ、すごいです、なんかアルミとかステンはすごい難しいんですよ、溶接は。あ、そうですね、なかなかすごい。すごいと思う。最近はでもアルミとかステンの需要もね、減ってきたんで、やっぱり景気が良かった時はやっぱりお客さんもでお金があるんで、鉄で作るよったらもうステンで作ったり、アルミで作ったり言うて、で需要はあったんですけどね、やっぱり今はもう、まあ、この不景気もあるんで鉄の部品が増えてね。あ、そうですね。でまあたまにね、アルミで作ってくれたりしてるんですよ。でもやっぱりその仕事の単価がたとえ、ね、1000円ぐらいの仕事でも、まあ道具が何十万もいっても買わなしゃあないですね。結局使いような機械も結構あるんですけど、とりあえず持っとかんといかん。そうか、そうやね、素材が違うとやっぱり設備投資するものもやっぱりまた違ってくるんですね。また変わってくる。でもやっぱそれも受けるんですか。受けます。かわいいな。首絞めるなと分かってるんですけどね。まあ一応それがポリシーな。じゃあ僕もあの友達の機械屋にやってくれるなら言ってください。そしたら、今後はどういう形で
うん、まあ、そういうの計画は、うん、そうですね、まああんまり自分的にもこうねえこうなりたいというのはなかったんですけど、ただまあ流れに流されてこうなったというかね。でもやっぱり、従業員もしっかりね、やっぱりみんな最初はみんな若で独身ばっかりやったんで、まあポツポツ結婚してね、やっぱりもう家庭持ってきたので、もうちょっとは規模伸ばして、息の長い会社に来たらいいかなと思うんですけどね。そうですね、やっぱりもう自分一人でやってる商売はね、自分のことだけでいい、うん、でところがそれでも家族持つと家族のこと考えないと、ね、ましてや今度従業員雇うと従業員の生活、うん、で従業員が結婚して子供もできると、そのか生活もやっぱりかかってきますよね、赤ちゃん生まれたとか言って連れてきて見せてくれるのがいいんですけどね、ああよかったのとは言いつつ、やっぱりちょっとプレッシャーが乗っかってくる、この子の生活も頑張らなきゃって思うとね、でもやっぱりそういうのを考えてるから、やっぱりね、従業員も本当はやっぱり一生懸命こうやってるんだろうなっていうふうにね、そういうふうには感じましたね。まあそういうことをね、今こんな時期ですんでね、難しいとは思うんやけど、やっぱりせっかくのこうチームワークというかね、ファミリーいう感じで、でもっとまたまたこう楽しくねやっていってほしいなと思います。また、そういうこと機会がありましたら、新しい仕事をまた拝見させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。大変ね、若くってこうやる気満々の社長2人ぐらいですけどね、眩しいですね。まあでも本当こう気持ちのいい、ね、そうです人でね、まあなんかこう一緒にできる、まあうち米屋ですからね、あんまり一緒にできる仕事っていうのはないと思うんだけど、まあなんかね、こうそういうの関係ができたらいいなと思って。そうですね。そしたら次は、またこう雰囲気ガラッと変わって、これは篠原さん取材していただいたんですね。はい。善通寺の善通寺市立体育館のそばですかね。はい、そうですね。青空保育園の川崎先生を、お招きしております。楽しい、保育園の様子、聞かせていただきたいと思います。どうぞ。こんばんは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 。川崎先生はあれですね、保育園の経営と同時に何か、はい、絵本作家の面も持ってるということで、作家っていうところとまではいかないんですけど。あ、そうですか。はい、今日は最初に、そしたら、はい、絵本も読みますね。多分、大切な人と出会って、大切な人との間に赤ちゃんができて、お腹に赤ちゃんが出たとできた時、きっとその時のことをもう一回思い出してみてください。お母さん、こんにちは。僕を産んでくれてありがとう。僕は知ってるよ、お母さんのこと。お母さんのお腹にいるとき、お母さんが笑ったよ、お母さんが歌った、お母さんが泣いた、お母さんが怒った、お母さんが笑うと僕も笑った、お母さんが歌うと
僕も楽しくなった。お母さんが泣くと僕も悲しくなった。お母さんが怒ると僕はお母さんに会えない気がした。だけどお母さんは僕を産んでくれた。僕はいつも言ってるよ、ありがとうお母さんって。どうでしたか？思い出してくれましたでしょうか？こんな時もあったなってきっと思い出してくれたんじゃないかなと思います。毎日子育てですっごく大変なお母さんやお父さん、だけど忘れてなかったですか？お母さんのお腹の中に子供ができた時のこと。必要な人間なんてこの世には生まれてきませんね。一緒に子育て頑張っていきましょう。でははい、青空の紹介を。すみません、ごめんなさいね、絵本の方ちょっと聞き込んでまして、ね、失礼いたしました。青空保育園っていうのは、はい、いつから？そうですね、もう15年になります。あ、そんなに前からあるんですか？はい、全然知らなかったんですけどね、はい。まあ、子供ちょっと大きいからあんまりこう縁がなかったもんで、そうですね、今のあの場所で？いや、違うんです。以前はそれこそ鉄筋コンクリートの普通の保育園だったんです、だけど、今現在、アトピーとか、アレルギーとか、喘息の子供が非常に多くなったんですよ、もうそれでもうこれではいけないなと、で、天然木のというか、まあ、自然の木を使った、自然素材で使った保育園を作ろうと、自然素材って木は、そうなんですよ、杉とかヒノキとかの、木で木をふんだんに使って、それこそ天然木の保育園になってます。前も同じ場所だったんですか？いや、違います。以前は別の場所に、そうですね、だから天然木の保育園ができてもう7年ぐらいにはなるんですよ。でもこの間遊びに来てくれたんで、すごく、僕も何度かね、行ったことあるんです、確かにね、天井から壁から床から全部ね、すごく無垢のね、そうなんです、気持ちがいいでしょう、なんかこうログハウスへね、行ってるような感じでね、そうですね、すごく気持ちがいい、木の匂いがね、すごいして、そうですね、やっぱりね、何年経っても国産の木っていうのは、もういい匂いと、いい香りと、それと木から蜜も出てくるんですよ。なんかそのさね、でなんか虫が来ないとか、そうなんですよ、蚊が入ってこないし、虫も入ってこないんですよね、だから保育園で、まあ、蚊に刺されたとか虫に刺されたっていうのがないんですよね。なんかそれってすごいですね、そうそうね、今もうアトピーすごく気にしてる人いるけど、まあ、食生活ももちろんね、大切なんやけど、それ以外のこう住環境がね、そうですよね、まあ、先生方も、まあ、手洗いとかうがいとかもう本当基本的なことは、もう毎日それから始まるんですよ、まず最初のスタートが手洗いしてうがいして歯磨きして、そっから始まってで遊びになるんです。だからじゃあ青空保育園さんの特徴、特徴はその、もちろんそう天然木っていうことと、そうですね、あと生後1ヶ月から来れるんですよ。それってあんまり、そういうとこって少ないんですね。多分ね、香川県では、多分うちだけだと思うんですけど、
生後1ヶ月からそれこそ年長さんまで、うん、小学校上がるまでいるんですよ、うん、そうですね、あの公立のね、あの、うん、保育園なんかだとやっぱ規模が大きすぎて、あんな感じの贅沢にこう気を使った施設っていうのがね、まあ、少人数制なので、うんうん、なんかすごく、ああ前傾ですね、パターンもおしゃれでね、杉ですかね。そうですね。これは、うん、ステージになってて、うん、今度10月の13日にフリーマーケットのバザーがあるんです。うん、その時に、うん、ポスターも来てたと思うんですよね。そうなんですよね。ポスター持ってきて。あのなんかトラマル人形劇がね、まあ毎年のことなんですけど、うん、トラマル人形劇団が来てくれて。うんうんうん、まあ、それは僕そういうことな、他の行事でいつもこう毎年重なっててね、はい、あのなかなか行けないんですけど、はい、あの保育園児と、まあ、その、あの父兄の方は当然ねいらっしゃると思うんだけど、他の関係ないっていうか、うん、あのそれ以外の方も自由に参加できるんですか。そうなんですよ、一般の方とか近所の方とか、うん、で、あのはるばる大阪とか毎年ね、毎年来てくれるんで、うん、あの大阪とか徳島とか高知から、うんうん、でみんなこの中にこう施設の中に入れます、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 自由に見学来ていただいたらいいんですけど、でもそれこそね、東京大阪の方からこう来るとこの施設見るとびっくりするでしょう、うん、そうですね、まあ、病院ではやっぱりもう前、ずっと薬をつけなきゃいけないとか、うん、アトピーアレルギーの子だったら、うん、喘息だったらもうずっと薬を飲まなければいけない、うん、そういうのが辛いとかいう親がすごく非常に今多くって、うん、もうこの天然木の保育園の中にいれば、うん、あの息がしやすいって、うん、ですごくあのおしっこも出るって言って、あのやっぱりいらないものを早く出そうとする作用が出てくるので、うんうん、そうですね、だからもうほんま口コミですよね、うん、うんうん、じゃあ、その今 の, その天然木になる前、うん、もう場所はあそこ、いや違うんですよ、ね、場所はね、うん、善通寺の人生学園の近くにもともとはあったんです。あ、そうなんですか。そうなんです。あ、じゃあ善通寺市内は善通寺市内で、そうです、そうです、うん、にはあったんですけどね、うん、うん、やっぱりあのまあ、鉄筋コンクリートだったら、うん、ジメジメ感があったりとか、うん、雨の降る前はすごくカビがね、うん、もう掃除しててもやっぱりカビは出てくるし、うん、でホコリはやっぱり舞うし、うんうん、それならこの天然木だったら、うん、吸ってくれるんですよ、うん、汚い空気を、うん、よくね、あのそれこそあの一般建築でもあの珪藻土の壁に吸ってたりとかね、なんかよく言ってますよね。そうです、そうです、そしたらやっぱり昼食とかおやつなんかもやっぱりそれなりにこだわって、うん、そうなんですよ、うん、ね、給食も自然食品中心になってて、うんうん、だからもうそうですね、砂糖とかお塩とか醤油とかをあんまり入れないで、うん、もう昆布のだしとか、うん、かつおのだしとかを出して作ってる給食なんです、うん、でおやつもあるんですけど、うん、おやつはもう本当に果物中心なので、うん、もうその季節の果物、うん、を食べてますね、子供たち、うんうん、じゃあの受け入れが1ヶ月から、うん、そうなんです、生後1ヶ月から、小学上がるまで、あ、そしたらその食事がちょっとバラバラになりますかね、うん、1歳未満とか、うん、だけどね、うん、結構食べるんですよ、みんな、あ、美味しいので私も食べるので一緒になってブクブク太らないかんのですけど、うん、量がね、あの大きくなると増えるんですけど、うん、でもそれに負けないぐらいゼロ歳児も食べますね、うん、じゃあ基本的にはじゃあ献立は同じ献立で量がこう違ってくるっていう感じですか。それとあとアトピーとかアレルギーの子供さんはちょっと除去食があったりだとか、うん、それからメニューを変えてみたりとかはします、うんうん、それは大変ですよね。まあ、だけどね、やっぱり年長さんまでいると、うん、保育園の中で
あのクラブ活動としてやっていくものがあるので、うん、みんなこう年長さんまでいるんですけど、うん、あ保育園児のクラブ活動ですか、うん、そうなんです。ああそれはすごいですね、うん、まあ働きお母さんお父さんたちは、うん、もう本当忙しいので、うん、せめてこの保育をして保育園でいる間に、うん、なんか習い事させてほしいって、うん、で連れていくのも大変、うんうん、ガソリン代もいるしとかっていうあの要望がすごく多かったので、うん、保育園の中でその専門の先生が来ていただいて、あ外部から、そうなんです、すごいんですよね、いろんなことを、そうなんです、クモン教室の方と、うん、それと絵画造形と英語教室と、うん、3つすごいな、うん、で保育園児がそれやっていくわけですか。そうなんです。それやっぱりね基礎的なことを身につけて小学校上がると、もう小学校上がったらもう英語が取り入れてきたので、うん、うんうん、だから、ああそうか、今の学校でね、うんうん、小学校でね、うんうん、だからその前にちょっとでも基本的なことを覚えてたら、うん、ちょっとこう鼻高々で小学校行けるかなと、うん、まあね、うん、あの入っていきやすいですよね。そうです、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 うん、それでなくても小学校入ったらいろんな保育園とか幼稚園から来たお友達に揉まれながら、うん、で新しい先生になりながら、うん、でまあ先生もなれないかんのですけど、うんうん、その中で唯一僕はこれ知ってるよとか、うん、私これ知ってるよっていうものがあれば、うん、またそこで、うん、あ小学校生活も頑張ろうってきっと思うと思うので、うん、なんかこの間お伺いした時も絵を見せていただいたんですけどね、うんうんうん、なんかすごかったですよね。そうでしょう、うん、あれ3歳児の絵なんですけど、うん、なんかすごく芸術で、あのクレヨンですか。いやいやいや、いろんなことでするんです。今回、うん、篠原さんがね、うん、遊びに来ていただいた時に、うん、見たのはあれはあの糸なんですけど、うん、糸で絵を描くんです、うん、なんか貼り付けるっていうこと。糸を、うん、紙に貼って、うん、それでこう模様を作っていくんです、うん、本当にうん、ピカソってまではいかんけどなんかそういうね、すごく芸術的な感じでね、3歳の子とは思えんようなあれですよね。そうですよ。それをね、うん、今度この、10月13日の日にフリーマーケットとともに子どもの展示会も一緒にしようかと思って、うん、ぜひにそれも展示しようと思っているの で、うんうん、0歳児でこんなんができるみたいなのを見ていただいたらいいかと思います。面白いですよね。でも、ね、子供がそね、ゼロ歳児で、ゼロ歳児から始めるっていうこと。そうなんです、ゼロ歳児からもうハサミの持つ練習始めるので、まあそうやね、そういうこと家におじいちゃんおばあちゃんがいるとね、ハサミ持たすのがまずね、うん、危ないからって言ってね、もう危ない怖いみたいな感じがあるでしょ、うんうん、だからせめて保育園にいる間、うんうんでこうトラバルザー劇団が公演っていうのはこれ毎年こうね来てるっていう聞いてるんですけど、ボランティアかなんかで、いやこれは園の方がお金を出してきていただいてるんですけど、見に来てくれるのは全員無料で見れますので、うん、今回園庭でしますので、それこそ今見ていただいた、うん、ステージの上で、やりますので、じゃあみんな皆さん車でおいでますね。そうですね、うんうん、で駐車場は十分ありますあります置けるんですか。はい、はい、ありますあります、なんかこの間行った時もなんか踊ってたんですけど、うん、なんかすごくねこっちで打ち合わせしてももう私たちもすごく楽しくなる、うん、一緒に踊ろうかなって思う感じで、あれ半年のお子さんですかね。そうですね、もうこんな手振って手叩いてね、ものすごく可愛かった、あの子が、本当に可愛いです ねみんなそれぞれね個性があって、みんなの個性を飲ませてあげたいと思って少人数制にはなってるんですけど、すごい可愛いでしょ。かわいい。今少人数制って何人いらっしゃるんですか。今はね14人ですね。0歳児からそうですそうです年長まで、もう、もうマンツーマンでいろんなことを教えますし、それこそお箸の持ち方から、それからテーブルマナーから、結
構親ってテーブルマナーの方、親の方が知らないと、子供に教えてもらうんだとか言って、そうだな、あの、うん、それこそあの箸の持ち方も、ね、そうできてない親結構多いですよね。そうなんですよ、うんうん、お箸の持ち方とか、うん、それからトイレのトレーニング、あ、うんうん、自分で脱いで、うんうん、自分でトイレ行って、うん、って言って、うんうん、なんかね、今ね7ヶ月の子が一人でトイレ行って、一生懸命パンツを履いて、す、うん、んだよって帰ってくるんですけど、うんうん、この間半年のね6ヶ月のお子さんもすごかったですもんね。そうなんですよ、あれやっぱりあの系の方が見たらやっぱりわあここの保育園で正解って思って、なんかああいうの見てもよその子でもなんかね涙が出るような感じで、うん、本当に一生懸命ね、うん、手足伸ばしてね、うん、すっごく楽しそうやったからね、うん、保育所だとあれかな、うん、保育料って普通あの年収に応じてね、あの変わりますよ ね、 すよね、やっぱりそれは同じなんですか、うん、いや、うちはもう皆さん一律です、うん、っていうのは、うん、あのそれこそ国家公務員のね、うん、ご両親のいるご家庭であっても、うん、アルバイトをしてるお母さんお父さんであっても、うん、子供たちはみんな平等なんですよ、うんうんうん、この世にあの生まれてきた子供たちはみんな平等なので、うん、だから保育料もみんな平等です、うん、だからみんな一律です、うんうん、公立さんだったらね、うん、所得に応じてっていうのがあるんですけど、うんうんうん、うちはみんな平等にしてあります、うん、じゃあもう公立との違いといえばその所得面と、そうですね、受け入れ所得面、ね、うん、体制、そうですね、それとあとはお熱の時ですか、小さい子供さんってすぐ熱出るので、うん、あの7度でも37度でも平熱な子供は平熱なんですよ、うんうんうん、だけど、まあ、37度超えたらすぐお迎え来てくださいって言われるんじゃなくて、うん、お母さんとお父様もお仕事してるのでなかなかね出ては来れないので、うんうん、それってすごくありがたいですよ、うん、両親、うん、そうですね、あの、うん、まあ、もちろんあのはしかとかね何かになったら何日間は休みっていうのは、それはもちろんね、そうそうあると思いますけどね、それはそうです、それはそうです、うん、でもまあ、あのよくね、あのうちのお客さんからも聞くのはね、うん、あの保育所から、ね、電話がかかって熱が出てるから迎えに来てください、うん、でそしたらこう迎えに行ける親はいいんだけど、うん、でも基本的には保育所を入れてる親っていうのは、うん、あの共働きしてますよね。そしたらやっぱりその、うん、その間こう会社なりね、あの店なりこう休みをもらって迎えに行くっていうことなんでしょう。やっぱりそれがものすごく辛いっていうのはね、うん、言ってますよね、うん、うん、じゃあそれはないわけなんですか。そうなんです、だから一応38度を目安として、うん、だけど自分の大切なお子さんなので、うんうん、熱が出てたら心配はすると思うんです、うんうんうん、なのであのお母さんかお父さんにお電話します、うん、連絡はね、うん、連絡します、うん、今8度になりましたよとか、うん、8度3になりましたよって、うんうん、だからどうされますかっていうような、お母さんがあと30分したらいけるのでそれまで先生お願いできますか、うん、って言ったら、うん、はい、わかりました、うん、じゃあ見ときますねって、うんうん、でその預かっていただける時間もなんか公立と違ってずっとなんか、ね、そうですね、夜間保育があるのでそれがちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど、うん、夜間っていうと何時も、うん、ね、21時30分までほーって言うて一応決まってるんですけど、でもなかなかねお仕事が終わらなかったり残業があったりだとか、それからね、お医者さんの子供さんだったら、ね、すぐに患者さんを置いて保育園自分の子供を迎えに行きたくたって行けないでしょう、だから一応は21時30分とは決めてはいるんですけど、うんうん、それはもうお母さんとお父さんがお仕事終わったら、うん、来てくださいねって言ってあるので、うん、そしたら時間通りにおいでない人がいますよね、うん、多分ね、じゃあ、うん、遅かった何時ぐらいになる。そうですね、でも大体でも21時30分9時半までにはみんなほとんど来てくれるので、やっぱ深夜割り深夜遅くなったら、まあ、割り増し割り増しはないんですよね、少々あります。あ、そうですか、あります、あります。それはね、やっぱりもちろんですよね。深夜の場合はそうしたら他の先生も一緒に残ってるんですか。そうなんですよ、うん、
あ、本当。あ、じゃあ先生大変ですね。そうですね、うん、だから、まあ、うん、急になんかね、今日遅くなりますって言われた時は、うん、誰かの先生が残るようになりますね。へえ。もちろん川崎先生は一緒に残ってるんですよ。残ります、残ります。だからお腹が空くので一緒に子供たちと行ってます。じゃあもう朝9時から夜9時半までもしかしたら見ていただけることですか。うん、そうですね、朝は8時からみんな来るので。8時からです、うん、まあ、出勤前に寄ってくるわけですね。そうです、そうです、そうです。まあ、でもやっぱりあのそれこそ、ね、子供ももちろんいろんな個性あるけど、うん、親の方もやっぱ個性いろいろあるでしょう。うん、そうですね、いろんな親がいますから。まあ、そういう時のあれですね、うん、さっきの絵本なんかのあの気持ちをこうもう一度、うん、あの、ね、子供が大きくなった時にも思い出してほしいけど。そうです、ね、やっぱり育ってる最中の、ね、お母さんにもやっぱりちょっとこう、うん、振り返るゆとりっていうかね、うん、なかなかね、毎日それこそ仕事と家事と、うん、もう育児とで本当大変やと思うんやけど、うん、もうちょっとちょっと時間が空いたら、うんうん、思い出してほしいです ね。自分のお腹の中に生まれた時の、うん、あの嬉しかった時のことを、うんうんうん、そういう時間も欲しいですよね。振り返る時間もね。そう、うんうん、まあでもやっぱりそれがね、あの、うん、そういう気持ちがあの、あのそれこそ無垢の、ね、部屋と一緒にこう、うんうん、一つのこう思い出になって、ね、うん、大きくなっていくっていうの、それ考えるとなんか楽しいですね。うんうん、すごく毎日楽しいですよ。いろんなことがあって、うんうん、なんかあの途中入園もできるとか。そうなんです。うちはもういつ入っても OK なので。ああ、それもまた違いますよね。うん、3月とか4月っていうわけではないので、うんうん、もし欠員があれば入れていただけるっていうことですね。というのは何で。今ね、定員を、一応20名にはしてるんです。うん、でもう少し余裕はあるんですね。そうです、そうです、あります、あります。先生は何人いらっしゃるんですか。今はね、6人から7人いるんです。っていうのは、あの急にあのおじいちゃんとおばあちゃんが、うん、あの稲刈りをするので、うん、今からちょっと1時間ぐらいお願いできますかとか、で連れてくる方もいるんですよ。うん、で例えばあのお母さんが今日はたまにはお休みなので、うん、ゆっくり一人でショッピング行きたいわとか、うん、美容院行きたいわとか、うん、モーニング食べに行きたいわ、うん、たまにはランチ行きたいわっていう時に、うんうん、あの先生今日30分だけ我慢のとか言って、うん、30分だけ、うん、まあそれこそ、うん、あのうちのお客さんであの歯医者があるんでね、うん、歯医者に行く間だから、うん、あの預かってくれませんかとかっていうのがね、うん、やっぱりあのもうだいぶ前ですけどね、うん、いましたしね、うん、まあ自分の時のことを考えてもね、うん、うちの子供も、うん、まああの知り合いっていうか、もううちのお客さんなんですけどね、うん、あのそのお客さんがあの我慢で預かってあげるから言うんでね、うん、あの、そこそ週に1回か2回ぐらいかな、あの、うん、2時間ぐらいね見てもらったことあるけど、まあそういう人がいるとはいいけどね、うん、いない人にとってみたらやっぱり、うん、ね、青空保育園みたいなのがあったら助かりますよね。うん、そうですよね。まあ、あの以前あったんですけど、もうあってはいけないことなんですけど、うん、交通事故を起こしてしまってとか、で、あのお母さんとお父さんは怪我してて、子供さんはチャイルドシートしてて無傷だったんですけどって見てくれる人がいないんで、ちょっとご親戚の方がね、車でお願いできますか言うて連れてこられる時もあるので、うん、そういうためにもう常時もう満杯の人数を入れてしまうと、うん、その受け入れをしてあげたくってもあげれないんですよね、うんうん、先生の数もありますので、うん、だからちょっと余裕をいつも持たして、うんうん、そういう人がいても、うん、受け入れができるようにと思って毎日。でもその途中で入ったりとかそういうことがあったりとかする、うん、手続きっては簡単なんですか。はい、一応入所届っていうのに印鑑をしてもらうぐらいのもんなんですけど、うんうん、
それを書いてもらってちょっとお家の事情だとかお話ししてもらうだとか、うんうん、それからどういうふうにこの子を育ててあげたいとかいう希望があればその時に聞いて、うんうん、聞きますね。変な話なんやけど、はい、県とか市とか国とかから補助金みたいなのが出るんですか？一切ないんですよ。あ、出ないんですか？一切ないんです。あ、うん、それはどういうわけで出ないんですかね？多分ね、一時預かりってその2時間だけとか1時間だけっていう子供さんを預かるので、うん、常時子供がこう入れ替わるでしょ、うんうん、人数が定まらんじゃないですか。だから、その関係もあるので定数に対しての補助をつけてるっていう形なんですかね。そうなんです。まあでもちょっと実情に合わないですね。そうなんですよね。まあ、厳しい面がありますよね。本当にね。今のそれこそじゃあ青空保育園としての課題っていうのは何なんですかね。そうですね、課題というより、うん、もう毎日子どもたちが元気で、うん、そしてみんなそれぞれ個性があって、うん、で、まあ、やりたいことも違うしで、うん、これから学ばなければいけないことも違うでしょうし、同じ生後6ヶ月でも片やまだお座りもできない子だったりとか、片や立ててる子どもたちもいるので、うん、そうですね、課題とするよりかはもう元気に小学校上がるまではみんなと、まあ、小学校上がったら元気にみんなが足並み揃えて、うん、歩いていけるようにそのがのお手伝いがですよね、多分。じゃあお母さん的な存在かな。一番とするモットーは、うん、元気はつらつとですかね、やっぱりね、うんうん、まあ川崎先生ね、大体いつもこう元気はつらつでね、うん、まあそうですね、頑張ってますからね、うん、でも、まあ、だからそれこそ、うん、ひょっとしたらこうね、子供たちで、まあ、保育所出た子供たちやからそんなにこう記憶残ってないかも分かんないけど、うんうん、まあね、小学校、うん、中学校、うん、高校ぐらいになって、うん、訪ねてきてくれると、うん、それはまたそれで嬉しいですよね。そうです、だからね、小学校上がって来てくれるんですよ、うん、あ、本当、うん、小学校上がって帰り道寄ったよとか、先生今日はこれ宿題教えてとか言って宿題やって帰ったりとか、あ、うん、あ、いいですね、やっぱそういう関係がね、うん、そうなんです。だから大きくなったら、うん、先生が年がいってもいいから、うん、ばあちゃんになってもいいから、うん、老人ホーム作ってあげるねって言って、うん、年長さん出ていくんですけど、うん、ちゃんと木造のやつを作ってね、先生、先生のおしめも変えてねって言って、うんうん、みんなそれぞれいろんなことを言って、まあでも大きくなったらね、もう忘れてることもいっぱいあるやろうけど、うん、まあ年長さん卒業するとき卒園するときにはみんなそうやって言うて言ってくれるので、うん、もうそれだけが一番ありがたいですよ、ね、うん、嬉しいですよ ね、 ね、うん、でやっぱりどんな疲れてても子供さんたちの笑顔を見たら、うん、本当に癒される、疲れが飛ぶって感じ。この間はねすごく楽しかった、少しの時間だったんですけどね、うんうん、もっといたかったまた時々遊びに行きたい、ぜひぜひぜひ来てください、ね、もうね、ご父兄さんもみんな帰りに寄って、ね、もうこの天然木の中で大の字になってもママンとか、ね、言って帰るので、ぜひいつでも遊びに来てください、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあこの、イベントに関してはもうあれですかね、はい、なんか付け加えて言うとこことあります？10月13日の土曜日午前中なんですけど、うん、トラマッサ公演があるのがちょうど10時ぐらいだと思います。でその後で子どもたちのちょっとした踊り、0歳児も生後1ヶ月も一緒になって手叩いて、うんうん、踊りますので、うん、ぜひ見てあげてください、うん、でフリーのマーケットの方も、うん、恒例のごとく5円からありますので、うん、タオルとか石鹸とかも半年以下で、うんうん、200円とか100円とかで、なんかねすごいですね、ありますので、
で一応雨天結構なんですね。はい、雨が降っても元気はつらつでやりますので、はい、はい、じゃあ10月13日、はい、9時から始まります。はい、場所がねちょっと口で説明するのが難しいんですけれど、うん、全通寺のとにかくあの、市民体育館のそばですよね。そうですね、うん、あのプールのそばになりますので、うん、そうですね、うん、降りてくるかそれか全通寺インター、うん、降りてもらったらもう1分2分で来れます。そうですね、ちょっとこうあの表の道からは外れるけどあの周りあんまり言えないから田んぼの中でね楽しそうなあの木造の、木の木の、はい、建物が見えますからね、はい、皆さん行ってみてください、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。そしたら、今日、最後のコーナーで、健康アドバイスをまた、例によって瀬戸さんからお願いしたいと思います。実はあの瀬戸さん、今日がもう最後になってしまうんですね。お世話になりました。全通寺診療所の瀬戸和子と申します。はい、今日は、どういうアドバイスが。まあ、特にアドバイスはないんですけど猛暑猛暑の暑い長い夏が終わりました。皆さんあの、ね、夏バテとか もう通り越しましたかね。だいぶ朝夕涼しくなりましたし、さっきの先生の、ね、読み聞かせというかすごく感動しましたけど、まあ、秋はあの読書の秋ということなのでしっかりあの、ね、皆さん秋の夜長を楽しんでください。10月まで市の健康診断がありますから、うん、まだ健康診断の終わってない方はおいでてください。少し早いんですけどまだ、うん、インフルエンザはもう10月から始まりますから まだまだ早いですけどね、うん、皆さんあの頭に置いといてください。まあ、あの読書の秋ということなのであの目の健康診断も、うん、あのまあ、40年越したらいろいろ出てきますから老眼まで始まりますからあの眼科の先生もね目の検診もあの年に1回はやりましょうと言ってますから、うん、あの全通しない結構眼科もありますので寄ってくださいね。で、まあ、各眼科でそれはあの目の健康診断っていうのをやるんですか。はい、はい、うん、結構あの早い人でね白内障も出てきますし、うんうん、あとその自分の目に合ったあの眼鏡をかけてるかどうかも怪しかったり で、うん、でまあ、あの読書の秋ということになるんでちょっとまああの医療生協のネットワークがあの目の健康いうのが来月号だったので今日は 目かなと思ってもう時間あの迫ってますけどよろしいですか。どうぞどうぞ。あの十分あの開けておりますので、まあ、最近はねこうあのパソコンなんていうんですかねこう読書でも 何冊も本を持ってあるかなくてもあのスマートフォンとかいうので皆さんよく読まれていますけどあの、まあ、お外で見るときはあのお日様のこうきついところはまた目も痛めますし気をつけてください。まああの秋の夜長であの、光がね明かりが気持ちいいんですけどやっぱりあの読書するところではもう一つ稽古が欲しいかなと思います。でよく皆さんこううつむけになって読書したりもしますけどあのそれはとても良くない姿勢ですのでできるだけ、まあ、背筋を伸ばして30センチから40センチ開けて読みましょう。だんだんこれがこう遠くなってくるそれが辛いですよね。はい、ソーシャルの方でもねアドバイス楽しみやったのに残念ですっていう声も上がってますのでまたあの佐藤さんそれこそ診療所の方ねあの、まあ、退職されても時々遊びにいらしてください。はい、ありがとうございます。今日は綺麗なお花だし、ね、バッグも素晴らしいですね。うん、あのそれこそねあの今日ちょっといつものスタジオと変わって、ね、違いますね、素敵です。篠原さんのところの庭の前でなかなかこう、それこそ共同ビデオさんがね、うん、いろいろと面白いことを考えてくれますんで、実際私はあの
画面を見たこと今までないんですどういうふうに映ってるのかわからないですけど、ぜひ見てくださいよ。いつも綺麗に映ってます。なかなかいいでしょ。うん、いいですね。また次あのそれこそ機会があったらね、はい、あの映りに来てください。待ってます。ありがとうございます。まあ、皆さんねちょっとあの朝晩は涼しいんですけど、まだまだ日中は暑いので、どうぞあのお体に気をつけてお仕事に励んでください。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。青空保育園もね、あのほのぼのしたいい保育園な感じやなっていう声が、上がってます。なかなかね、それこそ子育てって結構重要な部分やけど、そういうところにね、お金かけられるっていうのがそんなにないんでね。そうですね、まあそのほのぼのとした雰囲気を、もう少しこう賑やかな雰囲気を交えながら、10月21日、私たちで、健康ふれあい善通寺っていう、これ第9回になるんですけどね、これをやります。いきなり告知をさせていただいておりますけれど、例によって善通寺市民会館の、横にある、片原町児童公園、ここで、10月の21日、朝10時から15時まで、これも、まあ、小雨結構ですね。で今年も人生学園の太鼓部、あと中央小学校のアンデスの演奏、子ども会ですね。それと、今年は初めて万能から、子ども太鼓、これも20人ばかしが参加してくれるの決まりまして、楽しみですね。まあね、高校生の太鼓ももちろん力強くていいし、でもそれとまたね、ちょっと違った感じかなと思いますね。そうですね、楽しみです。で、今年ちょっと残念ながら東中がね、他の用事ができてちょっと来れなくなったんですけど、その代わりっていうわけではないんですけれど、東部公民館のね、これはこう老人パワーですね、フラダンスのチームが参加してくれますので、まあイベントとしてはねそんな感じで、あともちろん毎年やってる、かぼちゃの重さ当てクイズ、それから、まあ、箸使いのね選手権と、遊びの会で、いつもやってくれてるんですけど、今年も去年に続きまして、ラダーゲッターって、どうやったらいいかな、輪投げみたいなゲームですけどね、でゲームには全部商品がついてますので、皆さん一生懸命頑張って参加して商品持って帰ってくださいね。で、あと、もちろん名物の、民生婦人部ですか、篠原さんも参加してる。そこが美味しいうどんを、バザーで出しますし、あとは食べ物コーナーでは私森江米店の、玄米健康団子も、ちゃんとその場で焼いて、食べていただくように、準備しております。その他にもデニーさんの似顔絵、とかいろいろ毎年人気のあるコーナーがいっぱいありますので、10月21日善通寺市民会館東隣の片原町児童公園、こちらで、10時から15時まで雨天決行で、イベントを行います。皆さん参加お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。となんか今日はバタバタと、それこそなかなかこうちょっとスケジュールが取れなくて打ち合わせないままに始まりましたけれど、多分最初に、草薙さんと岩森さんの紹介も多分してなかったような気がします。どうも失礼いたしました。最後まで残っていただいてますけど、もう一度申し上げます。ユニークな楽しい溶接草薙鉄工所と岩森鉄工所のお二人に今日参加していただきました。でまたバックは先ほどもねちょっと言いましたけれど、篠原さんの、お庭を、このためにちょっと撮影させていただきまして、黒巻っていう手法ですけどね、まあ、綺麗に撮っていただいて、ありがとうございます。まあ素敵な庭で、僕も何度かお邪魔したことはあるんだけど、この角度で見るのは初めてなんで、実際よりずっと綺麗に写ってますから、ありがたいです。
ありがとうございます。いつもいつもそれこそこういうあのね、あの森花ありがとうございます。まあこんな感じで今日も、終わっていきたいと思います。次回は、10月何日になるかな、最終の、次回はあの、通常通り、じゃあ31だとちょっと厳しいので24日の、水曜日ですね、第3あ第4水曜日ね、第4水曜日、時刻は、いつもと同じ、19時半から大体1時間ぐらい大体ですけど、それをめどに、一応近藤さんは従前産業さんですね。従前産業、これもまたユニークな自動車の部品なんですけれど、リビルトって言って、再生した部品の展開を、もう何年も前に、多分香川県でもかなり初めの方にあのやられた方だと思います。でその人 の, あのそういうどういうのかな、あの新しいものを嗅ぎつけていくそういう姿勢っていうのをちょっと聞いてみたいなと思っております。あともう一方、参加していただきますけど今は内緒です。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。